無理はしすぎず、できる範囲でいいので、やるのとやらないとでは大きな違いが出ると思います。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日はこれができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れますというお話をしていきたいと思います。美人じゃないのになぜか大切にされ愛される女性、皆さんの周りに少なからずそういう女性はいませんか？そんな女性ってライバルがいたとしても好きな男性を虜にしたりします。そんな女性って圧倒的に他の女性との差が作られているんですよね。皆さんもそんな圧倒的に他の女性と差別化できて彼を虜にしたくないですか？そこで今回はこれができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れますというお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただきましたのでご紹介させていただきますね。ゆうきさんこんばんは、はじめまして。はい、こんばんは、はじめまして。いつも動画の投稿を楽しみにしております。ありがとうございます。最近周りの友人が結婚ラッシュに入り、私も結婚したいと思っています。ゆうきさんの動画で焦ると恋愛がうまくいかない、男性が離れてしまうということを学びました。ただ分かっているのですが、どうしても気持ちが落ち着きません。また私の彼はとてもモテる人なんで、他の女性との差を作りたいとも思っています。そこで相談なんですが、男性が他の女性とは違うと思う女性の特徴を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。というご相談です。ありがとうございます。なるほど。そうですね。そんな競争率が高い男性っていますよね。そしてどうせ私なんてって女性の方を思ってしまったりする方も多いと思います。でも大丈夫です。これができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れますので。なので今から、これができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れるというお話をしていきたいと思います。これができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れます。3選です。まず1つ目です。1つ目はしっかりコミュニケーションが取れるになります。まず男性って皆さんが今やってることが何であれ、皆さんがそれをやりたいからやっているとか、それに皆さんがいいと思うから彼に合わせていると勝手に思っているんです。なぜなら皆さんにはそれをやるかどうか選択する権利があると思っているんですよね。日本では大方自由に行動できますからね。だから勝手にそう思うんです。例えば皆さんが何も言わずにいつも彼が連れて行ってくれるレストランで食事をしていたら、この人はこういう料理が好きなんだと勝手に思うし、皆さんが何も言わずに彼のために毎日ご飯を作っていたら、この人は料理を作るのが好きなんだと思うし、セックスレスでも皆さんが何も言わずに過ごしていたら、この人は別に何もなくていいんだと思ったりします。また LINE するのが週1回でも、皆さんが何も言わずに普通に LINE をしていたら、この人はこの週1回のこのペースでもいいんだと思います。もし皆さんが本当は嫌だったとしても、いやいややっていたり無理して合わせているとか思わない能天気な生き物なんですね。大半の男性はそういう生き物なんです。たまに敏感に察する男性もいますけどね。ただ男性って嫌ならやめればいいじゃんとか、嫌なら言えばいいやん、そう思っているんです。世の中の7割8割ぐらいの男性がそうでないでしょうか。とりあえず男性は皆さんのことをやりたいからやってるんでしょとか、これでいいから合わせているんでしょくらいにしか思っていないわけです。だから恋愛ってコミュニケーションが死ぬほど大切なんですね。コミュニケーションしっかり取っている恋愛と、コミュニケーションを全く取っていない恋愛とでは深めに差が出るということです。僕はコミュニケーション不足でうまくいっていないカップルや夫婦を何組も見てきました。だからこそ私は今こういう気持ちがあるって伝えることがとても大切ですね。命令や指示ではなくて伝達することです。皆さんが今のままで何も言わないのは、男性側からしたらそれって納得しているからこの人はこのままでいると思っていますし、納得しているからこそこのままでいるし、それをやっていると思っているんです。そういうところ単純な男性って多いですからね。だからもっと僕はこうした方がいいかなとか普通に思わないんですよ。皆さんが納得していると思っているからです。ですからしっかりと彼とコミュニケーションを取る必要があるわけです。特に遠慮しがちな人は、私はこんな気持ちがあるんですと伝える方がいいんですね。これは本当に大切です。でないと男性という生き物はわからないですからね。それに皆さんが我慢していると、我慢が積み重なって、テポドンを投下する恐れがありますからね。でももし伝えたら、そういう気持ちなんだ、そっかごめんね、これで満足しているのかと思ってた、こうした方がいいよね、となるかもしれません。そうならなくても頭の片隅に残ります。それでお互いにエネルギーって変わるんですよね。このような些細なコミュニケーションの積み重ねで、後々大きく変わってくるんです。要するに、彼との関係をうまく活かせるには、このような気持ちをオープンにさせていくことが大切です。ただ、怒りを乗せたコントロールをやめた方がいいですね。例
ただ言わないと伝わらない、言ったら頭の片隅に残るなんです。ただ日本人は伝えることに遠慮しがちで、察してくれモードが全開なんですが、大半の男性は言わないと本当伝わらないんです。それだけいい恋愛関係を構築するには、お互いにコミュニケーションが大切だということですね。そしてこのようにしっかりとコミュニケーションができる女性は、他の女性と差別化ができるということです。それでは2つ目です。2つ目は、宇宙目線で見れるになります。スピリチュアルや宇宙の法則では、あなたはあなたの世界の創造主であるとよく言われていますよね。皆さんが皆さんの世界を作っているということです。つまり皆さんの見ている目の前の世界は、皆さんが作っている世界なんです。なぜなら、もし皆さんが亡くなれば、今皆さんが見ている世界ってなくなりますよね。要するに、皆さんは皆さんの世界の観測者であり、観測してその世界を作っているんです。逆に言うと、皆さんという観測者がいて初めて皆さんが見ている世界が現れてくるということです。観測者がいなければ何も観測されないからです。ということは、皆さんという観測者が現れたと同時に、皆さんの世界は現れるということになります。ですから、皆さんと皆さんの見ている世界は同時に発生するわけです。要は、見る方が現れると見られる方が現れる、このようになるんです。もっと掘り下げていくと、皆さんが山を見るから見られる山が現れて、皆さんが川を見るから見られる川が現れます。要するに、皆さんが信じるから信じられるものが現れるということですね。皆さんが A と信じるから信じられる A が現れる。ですから、皆さんが信じた通りの世界が同時に皆さんの前に現れるんです。このように宇宙にはシンプルなシステムが存在します。だからこそ、自分が信じている世界しか自分が体験できないんです。なので、今までとは違う世界を体験しようと思えば、今までとは違うことを信じればいいだけなんです。人は見えるものを信じますので、視点、見るものを変えていけばいいんですね。すると皆さんの世界も変わります。とても簡単な法則です。私がそう信じる、そう見るから信じられる、見えるものが現れる。だから、世界を変えたいときは、まずは視点を変えて世界を見ること。つまり、圧倒的に他の女性と違う女性は、圧倒的に他の女性とは違う自分を見ているに過ぎないわけです。だから、圧倒的に他の女性とは違う自分が現れるだけなんですね。これは本当にシンプルなシステムです。見る方が現れると見られる方が現れるというシステム。まず、このメンタルありきでいろんなスキルを使っていくと、よりその世界が現れてくるということですね。では、3つ目です。3つ目は、トータルスペックを最大限に上げるになります。他の女性と圧倒的な差を作るには、トータルスペックを上げていくことなんです。これは必須になります。では、どうやってってなりますよね。では、トータルスペックを上げる4つの方法をお話ししていきます。まず1つ目です。1つ目は、エネルギー値を最大限に上げることになります。人はネガティブな感情に苛まれているとき、エネルギーは下がります。そして、エネルギーが下がれば下がるほど、幸せは遠のいてきます。この世の全てはエネルギーでできていまして、同質のエネルギーがこうして引き合うわけです。ですので、エネルギーが下がれば下がるほど、低いエネルギーの現実を引き寄せてしまうんですね。つまり、低いスペックのものを引き寄せ、低いスペックの自分を作ってしまうわけです。だから、幸せも遠のいていくんです。では、どうすればいいのか。それは、自分のエネルギー値を上げていくことですね。そうすると、エネルギーの高いスペックのものを引き寄せて、高いスペックを持てる自分が作られるということになります。だから、幸せが加速していくんです。では、自らエネルギーを上げるためにやってほしい7つのことをご紹介させていただきますね。それは、愛や感謝をベースに行動する、日々身につけるもの、体に取り入れるもの、身を置く環境を良くする、そして人生を楽しむ、呼吸を深くする、好きなことをする、よく寝る、汗を流す、この7つのことですね。この7つのことを実施すると、皆さんのエネルギーはどんどん上がっていくと思います。自分がどんなエネルギーを発信しているかで、他の女性との差ができるわけです。ここはベースですね。そして2つ目が、外見のスペックを最大限に上げること。これも大切です。男性は視覚的な生き物だからです。いい悪いではなく、男性はまず外見から内面に入っていくんですよね。なので、やっぱり外見が彼のタイプに近づけば近づくほどいいと思います。美人でなくてもいいんです。雰囲気を相手の男性のタイプに近づけるといいわけです。だからこそ、彼の好きな外見をリサーチして、最大限に外見を近づけてみるようにしてください。髪型、化粧、服装なんかを近づけるのもいいですね。無理はしすぎず、できる範囲でいいので、やるのとやらないとでは大きな違いが出ると思います。では3つ目です。3つ目は、彼の気分をうまい具合に乗せることになります。男性が惹かれる女性は、とにかく男性を乗せるのがうまかったりします。だからこそ、男性の心理をある程度は理解するといいですね。つまり、男性の心理を理解すれば、男性の気分をうまく乗せることができて、その男性の心をものにできるということです。そんな女性の特徴は3つ。
甘えるのがうまい、褒めるのがうまい、男性を立てるのがうまいになります。この3つがうまいんですよね。だからこそ甘える、褒める、立てる、この3本柱を徹底して行って彼を魅了する女性になってみてください。4つ目です。4つ目は女性らしさを作っていくことになります。女性らしさとは、色気、癒し、母性、可愛い、わがまま、ミステリアスさ、優しさ、上品さ、柔らかさ、気配り、このようなことがバランスよく含まれていることが大切です。これらを平均的に上昇させていくことですね。すると惹かれる女性のスペックが格段に上がります。要するにトータルスペックはこのように皆さん次第でどんどん上げていくことが可能なんです。だからこそモテる彼とうまくいかせるためにはこの4つのことを取り入れるようにしてみてください。以上が、これができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れます、3選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目がしっかりコミュニケーションが取れる、そして2つ目が宇宙視点で見れる、そして3つ目がトータルスペックを最大限に上げるになります。そしてトータルスペックを上げる4つの方法、まず1つ目がエネルギー値を最大限に上げる、そして2つ目が外見のスペックを最大限に上げる、そして3つ目が彼の気分をうまい具合に乗せる、そして4つ目が女性らしさを作っていくことになります。これができる女性は圧倒的に他の女性との差が作れます、3選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。